HSP というのを聞いたことがありますか？この HSP っていうのはですね、ハイパーセンシティブパーソンというものなんですけれど、この発達障害を語るときにですね、このハイパーセンシティブパーソンって、まあ、つまりとても繊細であるということなんですね。これをですね、同じこうところで話したり目にすることがとても増えてきたんですよね。で、まあ、ハイパーセンシティブパーソンだから繊細さんなんて呼ばれたりもするんですけれど、この HSP の繊細さっていうものとですね、で、発達障害とかですね、発達障害っていうのは疾病名で言うと神経発達症候群というふうにまあ呼ぶんですが、これとかですね、あと不安症候群ですね、不安症と呼ばれるもの、それからうつ病、これらのですね、メンタル疾患の症状としてですね、神経過敏というものがあるんです。で、神経過敏と、まあ、神経鈍麻というその逆のものが症状としてあるんですけれど、この HSP とこれらの神経過敏とどう違うんでしょうかっていうことをですね、ちょっとお話ししたいんですけれど、まあ、最初に言ったように、その発達障害、それからうつ病、不安症っていうのは、疾病なわけですから、これは、症状なんですね、神経過敏っていうものは。で、HSP というのはですね、一体何かと言いますとですね、これは感覚処理の感受性というふうに、まあ、呼んでましてですね、これはなんと性格を表すんですね。つまりキャラなんですね。ここで HSP とはキャラであるというふうに書いてますが、つまりですね、例えばわがままとかですね、そういうのと全く同じような、HSP というのはキャラクターのことなんですね、その心理学では。で、この性格特性の指標というふうにまあ言うんですけれど、これは何かと言いますとですね、例えば心理学者がよく言うビッグファイブっていう性格特性があるんですけど、これはですね、外向性、開放性、勤勉性、協調性、それから、情緒不安定性という、まあ、この5つなんですけれどね、こう言うと難しいですけどね、例えば外向性ということを、外向性が高いか低いかっていうのは分かりやすいので、まあ、これを例にしますとですね、例えば俺なんかはね、外向性が高い見本みたいにずっと言われるんですよね。で、確かにね、外向性はね、外向的ではあると思うんですけどね、実を言いますとですね、ここでまた初めて言いますけど、俺って飲みの心臓なんですよ。そういうとね。それで、だから外向性と飲みの心臓が同居するっていうのは、まあ面白いかもしれないんですけど、まああるんですよ、こうなんで。で、外向性が高いもんですからね、何かとこう表沙汰にこう出されましてですね、これはもう子供の時からもうそうなんですね、クラス委員長になったりとかすぐしちゃうんですけれど、実は飲みの心臓なので非常な苦労してきたというですね、まあそういう、まあこう、あれがあるんですが、つまりですね、これは性格の問題ですから、まあそういうことが言えるんですよね。つまりその性格っていうものはですね、すべての特性に悪い面といい面が同時に存在するということなわけです。うん、ね。それで、そういうですね、そのキャラっていうものとですね、それから発達障害とかその不安障害とかのですね、神経過敏というものをですね、同じ土俵で同じように話をするというのがですね、いかにそのお門違いかっていうことを実は理解してほしいんですね。HSP が悪いと言ってるのではないんですよ。同じところで話すものではないということなわけなんですね。で、キャラというのはですね、そのまた付け加えて言いますとですね、まあ、性格なわけなんですが、皆さんもですね、性格を変えようと努力したことがあると思うんですよね。こういうとこ嫌だなみたいな。でもその性格って変わるところもあるけど、変わらないところもまああるじゃないですか。ね。で、そのね、変わらない部分っていうものは気質って呼ぶんですね、性格の中で。
で、その気質っていうものは何かっていうとですね、どうも先天的なものであるというふうにまあ言われてましてですね、つまり遺伝子が関わってるっていうふうに言われてるんですね。性格の中にもその気質と呼ばれてる先天的なものがあって、それは遺伝子が関わってるだろうと、まあ、だからまあ変えられないですよね、遺伝子はね。でそれがですね、性格の中の、ね、48% ぐらいというふうに言われてるんですね、心理学で。ということはですね、あとの 52% はですね、後天的もしくは環境的なわけで、 52% は変えられるんですよ、性格って。ということはですね、HSP で生まれてきた、それが気質の部分があったとしても、それは後の 52% のその気質の部分はですね、良いものを、良い側面を育てることができるということなんです。ね。ところがですね、発達障害というのはさっきも言ってるように、脳の神経に起こっていることなわけですから、これをですね、なんていうんですかね、それを変えるっていうことはちょっと難しいんですね。さっき言ったみたいに、成長した心、自分のその他の部分でそこを埋めるということは全然可能なんですけれど、その何かができないとか、何かがこう過敏であるっていうところをですね、プラスに持っていくっていうのはかなり難しいっていうか、まあ神経がやってることなのでちょっと無理なんですね。だからこれの差っていうものをですね、どうしてもですね、混乱しがちなので、最近はですね、これをぜひ混乱しないようにしてほしいということなんです。例えばですね、発達障害の方、特に ADHD の方はですね、ものすごく音がうるさかったりですね、音のプライオリティというものがちょっとわからなくなっちゃったりするわけなんですね。普通はですね、カクテルパーティー効果とかって言いましてですね、そのざわ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 してるところでですね、誰かその一人がですね、自分の悪口言うたら、なんかスッとわかるんですね、それだけ。あ、俺のことなんか悪いこと言ったな、みたいなね。これカクテルパーティー効果って言うんですけれど、その ADHD のその神経過敏のうちのですね、その音がその過剰に聞こえるなんていうのはですね、全く同じように聞こえちゃったりするので、遠くの音も近くの音もですね、でそういうそのなんていうのかな、音のうるささっていうものがあるんですが、その例えばそれをしてですね、この HSP の人がですね、そんなのね、なんだっけ、俺だって HSP だからさ、雑音なんて気になってんだよとか、自分だけだと思うなよみたいなね、セリフをね、つい吐いちゃうんですよね。で、私もね、最近その当事者の方とですね、いる場面が多いので、何回もそういうそれに類する発言をですね、聞いたんですけどね、これはですね、もし会社でそれを言ったらですね、会社というのはですね、先ほど言った支援法によってですね、障害者に対して合理的配慮を責務として負わなければいけないというふうになってますからね、法律で。これはですね、その法律に抵触するような発言であるということをですね、ちゃんと自覚を持ってもらわないとですね、訴えられたら負けちゃいますよ。だから、やっぱね、そういうふうに、その HSP というものが、これは、それそのものは悪ではなくて、やっぱりそれはそれなりのですね、辛さが当然あるんですけど、これとその発達障害とかですね、まあそのメンタル疾患による神経過敏というものをですね、ぜひ混乱しないようにしてほしいと思うんですね。同じね。あ、じゃあちょっと皆さん、HSP って治せるものなんでしょうか。だからさっき言った 48% は治せないんです。だけど、あとの 52% はカバーできるという。つまりですね、いい面と悪い面を一緒に見ることが可能なわけなんですね。悪い面ばっかりを見てると治せないし、それがもっともっと問題化していくんですけど、あとの 52% をそれのいい方に変えていくことが全く可能なので、さっき言ったみたいに、繊細だけど共感する力があるとかですね、まあそういうことですね。で、それを、人のために役立てればいいんですよ。自分の中で解決しようとするから無理が生じちゃうんですね。だから誰かに役立てる、これがキーワードかな。そうですね。